ランドルフ・スコットは、アメリカ合衆国バージニア州オレンジ軍出身の、俳優。マンオブ・ザ・フォレストで、共演のバーナ・ヒリーと、織物工場の技術管理者の6人の子供の中で、唯一の男子として出生。ハイスクール卒業後、19歳で陸軍に入隊し、フランスで従軍。その後、ジョージア工科大学に進み、アメリカンフットボールの選手として活躍し、 オールアメリカンの候補にまでなったが背中を痛めて断念。ノースカロライナ大学に移り、父の後を継ごうと織物技術を習得するが中退し、父親が勤務していた織物工場に会計士として勤務する。しかし1927年頃、演劇に強い興味を示し、父親のつてを頼って幸運にも、ハワード・ヒューズと出会い、ヒューズの取り計らいにより、 三人水平恋のアンギャへ、エキストラ出演する。その後、数本の映画に、早くで出演し、バージニアンに出演するゲイリー・クーパーへ、バージニアナマリを指導し、エキストラ出演もしている。そして、セシル・ビー・デミルの作品のテストを受け、出演には至らなかったが彼の勧めで、パサディナ・プレイハウスに入学。その後、いくつかの舞台に出演後、1931年に、 パラマウントと週休700ドルで7年契約を結ぶ。翌年には砂漠の遺産で主役を獲得した。ここからスマートな2枚目スターとして西部劇を中心に活躍する。ありがとうございます。